amazon.co.jp ギフトカーズを名乗る差出人から Amazon アソシエイツプログラム様から Amazon ギフトカードが届きました。メールが送られてきました。肝心なギフトカード番号の記載はなしで、アカウントに登録するボタンを押せばアカウントに反映されるという、怪しすぎる。Amazon ギフトカード番号の記載なしはもちろん、メール件名のAmazon アソシエイツプログラム様はないだろう。誰に様をつけているんだよと。残高が反映されるも変、締めのびっくりマークも変、年末に暗躍する詐欺集団の詐欺メール説濃厚ですか。